ーダイナソーです。チェンジャロックのフェスティバル2017、いやどうでしたか皆様。司会のことですか。司会です。発言のことです、ね、あっという間に終わっちゃったんですけど。でしたね。いや、楽しかったです僕は、うん、なんか大人げないライブでしたね。反省してるんですか。反省はしないから。もうしないって歌ってるんで、うん、でもやっぱ楽しいね。いや、ロールビーで一番広いステージでしたよ、今日は。ああ、そうか、ね、そんな小さいところでしかやってなかった。そうですよ、我々そう、なぜならば新人ですからね。そうそうそう、新人でもさ、もうちょっと大きいところでやってみちゃう。いや元気を生かしたからね。小さいところから地道にやっていかないと、地道に飛び級で行きたいです。地道に飛び級で、そう、やっとセカンドアルバム出ますよ、そんな我々がやっと。10月11日にセカンドアルバム、タイトルはスー。おっ、そうなんだ。キャンディーズではない。できたらスーちゃんではない。完成したら知らない人もいるんじゃない。俺知らないんだ。できるんですか。問題はそこだよ。そう、まだ絶賛レコーディング中というまさかの展開ですけどね。8月も終わりなんです。すごいね。このなんかかなり面白そうなね。相当面白い、うん、アルバムになってるんですね、うんうん、これはもう本当に聞いてもらったら相当楽しめるアルバムだとは思う、うん、まあいいおじさんがね、これで揃ってね。若いのね。いやいや、もう若いって言ったらおじさんですか。若いおじさん、若いおじさん、若いおじさんとちょっと年寄りのおじさん、みんな揃ってね、もうやってますけど。でもやっぱりロックっていいですね。いいよね、うん、ロックンロールをね、このメンバーでできるっていうのは本当に最高です、うん。ライブはやるんですか。まだライブやるんですか。ライブやるんですか。やっていいんですか。やりましょう。空いてるんですか。我々今回今年2017フェス、うん、今日は2本目だったんですけれども、うん、で3本目、本当北九州の方に、うん、来月9月17日に、日日日日日どこでやったの。高遠山っていう。高遠山、はい、山だよ、ね、山の上で、うん、朝一で出るらしいですよ。本当ですか。朝一でね、ロックは朝一で、ロックは朝一ですよ。もう出稼ぎに行ってきます。え、眠れるんですか俺と小田さん。今はもう直接そのまんま行くしかないよね、うん、まあ、じゃあ泊まっちゃえば。そうですね、前向きだね、高遠山に。小声一年意外とさんに高遠山ロックフェスに9月の18日に出まして、でその後、うん、アルバムが10月11日に発売しの、うん、で引っ提げてのライブが、うん、ゆかりさんの地元埼玉でね、ヘブンズロックってところでね、ありますよ。27日絶賛発売中ですけど、ぜひ来てほしいですね。そうだね、やっぱりロックはライブだからね。そう、ライブを、まあ、ライブ来てほしいですね。汗だくのおじさんたちよね。こういうバカなおじさんたちもいるんだなっていうね。まあ曲も揃ったし、うんだ、うん、かなり、うん、ライブ相当楽しんでもらえると思う。面白い曲もいっぱいありますからね、うん、あと小田哲郎さんにね、黄色い感性を皆さんに浴びせていただけると。なんだよそれ。小田さんもお伺いしますからね。待ってます。待ってます。こんな長くても大丈夫なの。全然大丈夫と思いますね。バッサリやるってことですよ。そう、締められるよ。それそれで、ではジョー君締めちゃって最後。嘘でしょ。何も考えてない。ジョー君、ではではこれからも嘘でしょ。もう急すぎてツッコミの嘘でしょ。ロールビーダイナソーでした。ロールビーダイナソーでした。よろしくお願いします。Tokyo Borderless TV.